動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギン、バーチャル YouTuber、ナナシのアデリペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館に行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。明日です。明日の3時に動画投稿しようかなと思いますので、まあ、見ていただける方は、先に YouTube で公開しようかな。プレミア公開で。で、その後に、まあ、ニコニコ動画に上げようかなと思うので、まあ、そこら辺よろしくお願いしたいなと思いますね。あとは、何の話あるかな。そう、サッカーの話ね。日本代表。日本代表がね、決められたというか、その選出されてましたけど、26人か。だけどもなんかね、僕が知ってる時代の選手はもういないかな。長友佑都ぐらいですかね。長友選手ぐらいなもんで。で、まあ若手の選手がいっぱい並んでるわけですけども、さあでなんかこの中で中心となる選手って誰かいるのかなっていうのとね。まああと怪我明けの選手がいっぱい入ってるっていうのが、まあそこら辺どうなんだろうとは思いますけども。まあ不安要素ばっかりしかないですけどね。なんかもう昔の代表とはだとさ、キャプテンっていう感じだと、まあ今回多分吉田麻也選手だと思うんですけど、だとね、なんか長谷部だったりとか、あとは宮本だったりとかね、なんかそういうキャプテンシーのあるキャプテンっていう感じがいましたけど、まあね、あの吉田選手もキャプテンとしてはね、素晴らしい能力持ってますけど、まあね、ただちょっとその中盤でしっかりこうみんなを鼓舞できるのかっていうのは、そこら辺は気にしたいなと思いますけども、うん、まあ予選リーグ突破できればいいななんて思いながらね、見ておりますよ、うん。僕が生きてるうちに日本代表が優勝することあるんでしょうかね、ワールドカップで。なんかその瞬間を見てみたいなと思いますけども。もういいし、死ぬ瞬間直前ぐらいでワールドカップ優勝して、するかもしれないですけどね。まあ、生きてるうちにやってほしいです。さあ、そんなことでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思いますが、まあトップニュースになってましたね。サクッと読んでいきましょう。国内最多ヒアリ1万匹以上、岡山で確認、環境省。ヒアリ出ましたね。ヒアリハット。環境省は、2日、岡山県井原市、井原市の民間事業者の敷地内に運び込まれたコンテナから強い毒性を持つ特定外来種ヒアリ1万匹以上を発見したと発表した。繁殖可能な女王アリは少なくとも4匹見つかった。これまでに確認発表されたヒアリの数としては国内最多。殺虫処理を行っており、同省は定着してないとしている。コンテナはベトナムのホーチミン港から香港港、広島県の福山港を経由し、10月25日に岡山県井原市、井原市に搬入。作業員が同日コンテナを開けたところ大量のアリを見つけたため、直ちに閉鎖し、福山港に返送した。同28日にコンテナ内を殺虫処理したところ1万匹以上のアリがおり、同31日にヒアリと確認された。まあこれはちゃんとその見つけた作業員の人が正しい対処をしたんだろうなと思いますね。発見したところをすぐに閉鎖して送り返してそこで殺虫処理をしたっていうことで、まあそういう対策がねできてればいいのかなと思いますし、おそらく徹底周知されてたんだろうなとは思いますけども、まあただね、こうやって1万匹見つかったっていうことは、他にもその香港の港から来た、香港じゃないですね、もともとはベトナムから来たようなそういうコンテナからなんか入ってきてる可能性もありますので、まあ、全部の会社でそういう対策ができたのかっていうとそこら辺は分かりませんからね、まあ、とにかく警戒をしなきゃいけないのは確実だなと思いますし、病気だけじゃないですね、こういう外来種、ヒアリに関してもそうですし、あとはヒアリが出てくると必ず売れてくるのがその殺虫剤というかアリのスコロリみたいなやつが売れるんですけども、必要はあんまりなかったりしますからね、本当にそうやって定着してるって言われてる地域じゃないところでそうやってアリのスコロリを撒いてしまうと、クロアリだったりとか日本の在来のアリっていうのが被害にあったりとか、まあ、そのまんまね絶滅しちゃう可能性もありますし、そういうクロアリだったりとかっていうのはヒアリと戦ったりしますので、まあ、逆効果になってしまう可能性もありますのでですね、まあなんか過剰に恐れるんじゃなくて適切に恐れてほしいなと思いますね。まあ、ヒアリもだしアルゼンチンアリもそうですし、海外製の
海外生というか海外生まれのアリっていうのは結構繁殖力だったり凶暴性が高かったりしますのでですね、そこら辺はしっかりと国が防除していかないといけないんじゃないかなというふうに私は思います。ということでございまして、今日のニュースは国内最多ヒアリ1万匹以上岡山で確認されるということでございました。